昔ほんま門限めっちゃ短かったよな。え、俺さ、門限が何時やったかと、どうやってそれを覆したか教えてくれ。めっちゃ昔聞かれたことあるし、俺も言うてももうあれやんか、22やんか。ほんならやっぱ子供もできてきた時に、あの自分の子供が門限を破った時に何て言うかってちょっと考えるやん。お母さんにしてもらおう。おかんにやかし。でもさ、俺さ、昨日思ってねんやん。昨日コーヒー飲んで俺胃痛めたんやんか。その時に思ったんやけどさ、おかんってさ、一生腹撫でてくれてたよな。なんかそれを思い出したんよ。なんかふと腹痛くなることがまあなくて、でよ、あのなんかお腹よしよしするとかって言わへんかったっけ、小さい頃。お腹よしよしするとか言って、おかんがやった時さ、一生しとったよなと思って。俺どうして、もし俺に子供ができて、俺これ飽きんってやれるかなと思って、ずーっと腹よし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 すんの。俺あれすごいなって思って、今になってやっぱ気づくことってあるよな。一生してたやろ。え、みんなのおかんも一生してへん？飽きたやめる？え、うちのおかん一生しとったんよ。その寝るまで、俺が眠りこけるまで。ほんでやっぱ起きたらさ、寝てるからさ、治りや。で魔法やったよな、小さい頃あれが。うちのお父さんものすごい心配性なんだ。私が海で溺れた時すぐに助けることができるように、時々お風呂で潜る練習をしてるんだよ。へえ、まあそうか。でもそう言われてみれば、自分の子供ができたら そうなんのかな。俺左の眉毛って巡行するから、もうバサーって言ってまう時あんね、たまに。ほんでなんかわからん、アディダスみたいになる時ない？眉毛、左の眉毛だけ俺アディダスになった時あったもん一回。マジで磯目とりあえず元からないやん、ハゲやん。じゃあやん。そう、眉毛ハゲって聞いたことないやん。でもやろ、そうやろ、確かにそうやろ。ほんなんか知らん、眉毛のハサミってちょっと R ってんねん、こうちょっと曲通んの、曲ってるやろ、なんかなんていうの、曲がってるっていうか、あれがまた使いにくいね。あれだから俺女の人に切ってもらおう。俺だから将来自分の子供ができて、自分の子供ができるってことは嫁ができるってことやから、嫁に切ってもらおうわ。毎日朝起きたら眉毛切ってから起こしてもらおう俺毎朝。どうなんやろね。いや何がかわいそうって、やっぱ子供がかわいそうよな、そうなった時は。と俺は思うけどね。なんかほんまにそれこそ仕方ない状況で離婚とかってするんならわからんでもないですけど、やっぱもう子供ができた時点で自分の人生って俺は捨てるべき。うきっしょ、切れへんって。ほんでお前にはって思うからね。ワイワイだけ連れすぎじゃん。うん、そうそう、ワイワイだけ連れすぎっていうか、まあ腕の問題やからな、こんなんは。なんでもせやからな。で、料理人と一緒やから、お子供ができたら料理人にすると決めてんねん。これも公言してるから前から。いや、いいねいいね、山根はいいね。マジ、あれやねん、こっちとしてはこう子供にそういうのを教えていくことによって、心だから、料理は心って言うてたやろ、神田川敏郎が。あれをさせたいねん、もう一回。何やねんお前は、かかよってへん、お前に心は悪いけど、もうリリースしろ。自分の子供に迷惑かけずに死にたいな。そやな、子供がおったらな、子供のために生きるやろな。なんなんこれ、なんかむちゃくちゃぐちゃぐちゃなってるやんこれ。うわすごい、なんか噛んだ後のハイチュウみたいになってるやんこれ。硬っ、こうやろ、はい、んこっちは、あ、ここもあれ、これ掴むんちゃうんこれ。え、ほんますごいよなこれ、ほんますごいと思わへん。俺絶対子供できたらこれ、子供部屋、これのドアにしよう。これ子供の部屋のドア、これいいわ。お父さん消えろって言われるんちゃうなあ。そうなったらお父さんもあれにしようかな。お父さんもあれにしよう。じゃあ。何言ってんの？あ、これや。何これ。噛めててやって。そうないな、それ。これもいいな。これちょっと待って。俺の好きなやついっぱいいるぞ、第2コーナー。こんなん絶対育てたくないもん。俺もし自分の子供がいてこんなん育ててたら、俺育て方悪かったんかと思うもん、絶対。思わない。あ、俺育て方どっかで間違うたやんだって絶対思う。おいちょ、こいつとさっきの虫だけは絶対今日メンバーにするわ、ごめんな。親としても、親として自分の子供が頭のいい子であるよりも優しい子に育ってほしいとは思う。例えば俺に子供ができたとするやん、もうそれは俺全員に子供の名前知っといてほしいよ。もう70億人に、
それで言うんやったらいいよ。ついにワイワイさんの子供の名前が決まりました。コウジ君だそうです。関係者の話によると画数が非常に良かったということですって言うて、第一子誕生の儀とかしたいもん俺。それでもうなんか分からへんけど、とにかくそういうことをしたい。なんかあれ読んでさ、なんかちっちゃい笛吹くしているやん、うーみたいな笛吹くしているやん、なーかい、なんかなーかい、マクドナルドの店員みたいな帽子かぶってそれで笛吹くしているやん。あれ読んで、第一子誕生の儀を執り行います。うん、細胞分裂とかしたいけど、あーでも俺あれはしたい、観覧じゃないわ、何 お子様観覧みたいなあるやん、保護者参観か、そう参観したい俺。参観だけは行きたいな俺、一人で。俺その時どんな子着ていったのかな、ガッチガチスーツで行く、ガッチガチスーツで行くか、もういやでも子供のこと考えたらガッチガチ、そう参観日。名前は何やろな、なんかでもあれにしたいで、古風な名前にしたいで、ドラえもんとか。ちょっとドラえもん見てたけど今ちょっとドラえもんって言われるやろな、いじめられるな。でもそういう名前がいいな、キイチとか、そういうちょっと昔の名前がええで俺は。でそう、もうキラキラと真逆行きたい俺は、行けるならと虎之助とかな。そう。そういう名前がええ、なんか。それええやろ。それやったら、なんか、そう、五右衛門みたいな。なんか、無駄に右入れるみたいな感じ。無駄に右入れる右衛門の書き方あるやん。何右衛門の時のこの、右入れ。ああいう昔の方がええ、俺。信玄とかって、でも、ちょっと、固有名詞かぶりあるやん。さすがに信玄は武田ってくるやん、もうその時点で。だから、あれやけど、なんか、とにかく昔のね、でも女の子の場合はもう普通の名前でいいと思うね。なんかその時々の普通の名前をちゃんと考えて、ちゃんと考えてないわけじゃないけど、まあその時に、あ、これいいんじゃない、こんな子に座ってほしいでいいんだけど、まあ男の子のやつはテーマとしてはもうほんまには、ほんで小説書いてほしい、もう。将来。小説をね、が書いてほしい。で、もうその本をガーって書いて、ものすごくこう、なんていうのかな、頭の中のこの小説でうわーって書いて芥川賞を取って、ほんで映画化されて生きて、ここのこの甘さやねんな。俺だから絶対東京行かへんもん。東京行ったら俺騙されるから、確実に俺騙されて死ぬと思う。俺多分生まれてもない自分の子供のオレオレ詐欺とか引っかかるもん、マジで。俺今更あれしたいわ、因数分解とかしたいわ、二次関数とか。もし俺に子供ができたらするやんか。ほんでそれでお父さんね、これどうすんの、二次関数何なんなんって聞かれた時にな、お父さん答えられへんわ、お父さんそれもう忘れてしもてんって言いたくないもん俺。そやろ、やっぱりお父さん知ってるよって、それ三次の方も知ってるよってやっぱ言いたいもん俺、言えることなの。だから今のうちにな、もう一回9年間小中と勉強してな、もうその頃俺41やけどな、あかもうね、よし、結婚しても YouTube やるよ。それそう、結婚してもとか、どう言うたらいいかな、あれがない、そのもうこれよりも優先にするものはこしかないわ、多分俺の場合は子供のみ。自分の子供がタバコ吸うってなったら、そのなんていうの、やめといた方がいいとは言うと思うで、もちろん吸うって吸う前に俺吸うって言うんやったらな、でも吸わん方がいいと思うよって言うのは言うで、合理的にな、吸わへん方がいいから。でも吸うてるって言うんやったら、もうじゃあ別に吸えばとは思う。そもそもそのタバコ俺が吸うてねえから、止める権利なんか俺にないよ。頑張ってることは間違いってないで、そうそう、頑張ってることそうやと思うよ。
頑張っているという認識がしたいんや、みんな。大丈夫って、自分は今間違ったことをしてないっていう。だからしてないよ。大丈夫、頑張ればいい。だからそのまま頑張ればいいんや。ほんとは絶対大丈夫だから。どっかでめげるやん。その、しんどくなるやん。たまに言うやん。成功した人って。なんか夢は諦めなければ叶うみたいな。叶わへんこともあるよ。でも叶わへんこともあるけど、叶わへんって言ったって仕方ないじゃないかって言うねん。多分、えなりかずきはな。そういうこと。その別に頑張ったら夢は叶うという言葉が一番、そのアホ臭いことは本人は多分一番よく知ってるけど、なぜそれを言うかっていうと、ほんまに叶うとかじゃなくて、大丈夫、それでいいんやでっていう意味合いやねん、きっと。だってそれ言ったってしゃあないやん。夢叶わへんで、例えばじゃあお前自分の子供が野球選手になりたいって言って高校でほな野球しだすねんって言って、お前高校から野球してプロにはなれへんやろって言わへんやろ。中学校からやんねんって、小学校からやってるやついっぱいいるのに、お前公式でもやってるやついるのに、お前なんかプロになれへんわって言わへんやろ。そういうことやねん、言うたら。その現実的なことはさておき、大丈夫やでって、頑張ったらいいよっていう前向きな言葉、そういうことやねん。そういう意味合いやねん。別に言えば、ほんまになれるなれへんはさておき、だから間違えてないって思い込めれば、だから走れるはずや。子供はブロック永遠に、うん、いやいいと思う。俺も子供にさせるもん、それさせる。俺なさせるっていうか、別に何、俺だ断れへん自信あるね。これしたいって言われたら、それしたいって言われたら、もういいよって何でも俺言うと思う。大体何でも言うと思う。俺どの世界の何でも言うと思う。例えばじゃあ自分の子供が裏の世界の人になりたいと思って、まあじゃあ頑張りって言うと思う。頑張るんやったら別にいいんちゃうって言って俺言うと思う。何でもいいと思う。でもただ一つだけ、レゴだけはさせる。レゴだけはさせる。もう俺はそれだけはもう決めてる。俺何歳まで行きたいって言ったらな、まあまあ欲を言えば、それこそまあまず子供が長男っていう、まあ言うたら男の子がおったとして、まああとの他の子供はいようがいまいがいいわ、まあとにかく男の子がおったとして、その男の子が成人になるぐらいまで生きれればいいわ。だから何歳とかは分からん。例えば今もし俺に長男ができたら、したら20やから53かぐらいでいい。俺は子供ができた時点で俺の人生は捨てるから。だからその子供っていうものがもしできたとして、その子供を養っていくために存在する生命でしかないから、俺はな、もうあとは。だからその子供なんかあるやん、その子供親の前に一人の男やみたいな、もうそんなんとか、あどうでもええどうでもええとか思ってるタイプやから、やからその子供をまずどうにかするっていうところで考えると、多分成人までとにかく生活させられるようにできればまあええやろうっていう。子供できたら配信、いややめるってことはないんちゃう別に。子供ができ、俺が一個思ってるのは、もし仮に子供ができたりとか、子供ができたっていうか、なんかこうやっぱりそれでは俺は分からへんけど、できたことないから。子供が生まれてさ、なんかこう子供との映像みたいなの多分撮ると思うね、今のご時世。それがで、まあそれが多分ほんで聞くのもめっちゃちっちゃい頃だけやと思うね。そのなんちゅうの、ほんまに小学校入るか入らへんかぐらいとか、そういう中学校まで行ったらもう多分音の中いらんわみたいになると思うから、そこまでの過程がもしあるんなら、そこまでの過程をなんかもしかしたら活動の中に被せられればいいなとかは思ったりもするけど、全然その何のあれもない予定もない話ではな、あるけど、そういうのはさ思うで。だから今結構な人に、その結構な人ってそんな多くもないけど、まあおとんとかさ、お父さんとかさ言われる存在がほんまにお父さんになったとしたら、俺どういう対応を子供にしてるのかっていうのをちょっとみんなに見せたいよね。それは思うわ。それをちょっとみんなに、まあ言ったら俺の人生の一つとしてそこをもう見せたいかなっていう。俺もキラキラネームはどう？自分の子供できてキラキラネームつけるってのは、俺キラキラネームはつけへんな。俺でもな、そこはあれかも。そこは逆に俺みんなにはない芯ある部分なんかも知らんけど、俺の場合はその
自分の考えとか自分のなんていうの、今まで培ってきたものを授けることができたとしても、その当てはめはしたくないね。例えば自分の子供がいたとしてな。そうなってきた時、名前ってもう典型的やん。要するにどう生きてほしいとか、その自分にとってどんな存在だとかあるやん。もうそういうの好きじゃないね。俺にもし子供ができたら、俺の人生はもう俺は捨てんねん。一回もうその時点で俺はもう終わりで、その子のために俺が何ができるかになるねん。こいつは今度の主人公は俺じゃなくその子やねん。ほんだらそのなんていうの、俺にとってこんな子やねんとか、もうそんなんどうでもええねん。この子にとって俺がどんな親かが俺にとって大事やねん。だからもう一回そこで終わんねん。その親である前に一人の男やとか言うの俺あんま好きじゃないね。そういうの俺はもう子供がもしできたら俺は親でしかないね。もうその子の親という存在一発でしかないねっていう存在がね、俺はな。ほな、その存在で考えた時にこの子が主人公やから、もうなんていうの、ほんまはその子につけてほしいぐらいまである。もうその子がなんていうかな、どういう風に生活したいかによって変わっていくぐらいでもええわ。もうなんやったら、じゃ俺あんまほんまにそういうの好きじゃないね。それはかっこいいとかじゃなくてほんまに好きじゃないね。そのなんかなんていうの、なんかそのである前にのまず話があんま好きじゃないね。その何々である前に俺は男やとか、俺私は女やみたいなあるやん。絶対そのそういう上等句って絶対存在するんだけど、もう俺はあんまりそれが好きじゃない。特に子供はな。なんか子供が生まれたらもう終わり。俺はもうその時点で俺の好き勝手する人生はもうバイバイやね。はいはい、死ぬ前に結婚したい、したいよ。結婚したいっていうか子供欲しいな俺。もう世界中を俺の子供で形成してやろうかとさ思う。できれば世界みんな子供にしたやんね。みんながチルドレン、オールザットイズオールチルドレンやね。もうするって何するっていうのは無理やけど、聞かれてできますっていう話でもないけど、ワイワイチルドレン、そうそうそう。ほんで俺がミスターチルドレンっていうね。そいつらはワイワイチルドレン、ほんで俺はミスターチルドレンっていう名前で生きていこうかなと思うね。スパチャはでもやらんなぁ。いやだから100万人いたらスパチャしてって言って やりゃいいんちゃう。スパチャしてって、ちょっととにかく俺楽して生活したからスパチャしてって言うてとか言うてるけど、俺さすると思う。この俺の性格が実際俺がそれをした時みんなする。ほんでいや多分もうな、そうなってしまった俺じゃないで、もう俺であって俺じゃないで、もう多分別にその何あかんこと してるとは全く思わんで、全く思わへんけど、今さらさ急にスパチャしてっていうのはよっぽど困ってないと。ほんまに例えば親の葬儀代出せへんから頼むわみんなカンパしてくれって言うんやったらわかるけど、そんなんでもない限り絶対せえへんわ。マジで初めてのために撮ってんの。他の人で全然したらええ、したらええ。お金欲しかったら。いやでも最近はそういう世の中でもあるしさ。あ、でも俺が死んだらスパチャ してもらおうかな。俺、前田くんに。それはちょっと頼むわ。俺が死ぬ頃がいつかは知らんけど、もうその頃にはもしかしたら俺も家族持ってるかもしらんやん。俺に子供がおったりしてみ？子供って言って。コモドドラゴンみたいな言い方したけど、子供がおったりしたらな。ほんだらそのため、それはもう自分らが養って悪いけど、俺がじゃなくて自分らが養って、ほんでその子がワイワイジュニアとして継ぐからチャンネルを。お父さんはこうしてたよって、お父さんは巨乳好きやったで、お母さんどうみたいなので質問してお前らがちょっと、お前らがその時は鍛えてビシバシ、その時に殺すくんとか出てきても大丈夫だよってちゃんと言ってた。毎回殺す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 出てきたら、うわ殺されるんちゃうかって思うや、ワイワイジュニアは。だからそれ大丈夫だよって、この人全然殺すつもりはないねんで、そういう知った激励を君にしてるんだよって、ちゃんと分かりやすいひらがなで言うて。でもうそれで、じゃあ例えばじゃあ結婚しました、結婚後のプラン考える。結婚しました、子供を作ります。でも子供が欲しいって結婚する以外俺の結婚って意味で分からへんから、で子供作ります、ほら子供できワイワイジュニア生誕祭できます、ほらワイワイジュニア生誕祭になって、それでもな、やっぱ映せへんもんな、もしそうあってもな。俺もお前こんなに
おとんおとんっていう感じ、おとんキャラやけど、いずれほんまにおとんになったとしてごらん。その時みんな祝ってくれんのかな。こうなんていうの、俺をおとんと呼んでたやつはほらブラザーになるってことやんか。言うたら俺兄弟やでって、俺紹介しようほんなら、例えばじゃっちゃんとか21学よ、これなお父さんの子供やねん言うて、それで呼んだら俺あれやでって言うて、お兄ちゃんお兄ちゃんって呼べって言って、俺その代わりじゃっちゃんには俺の子供がもしエーペックス練習したい言うたら一生付き合ってもらうけどな、月月山月で一生付き合ってもらうけどな、うちの子が、いやお前の弟がエーペックス馬なりたい言うとると、ほなやれと、さあもう俺は言うね、全力で言うね、という日が来たらいいな。でもな、じゃあスパチャはせえへんせえへんせえへん、そんなことで、そんなことでする方が逆に気持ち悪いよ俺からしたら。なんかハローってハローってみたいな感じはいいわ、それは。それもうだからどっかのタイミングでまたね、じゃあ子供が生まれた時にしようかな。じゃあ頑張って子供が生まれた時に、皆さんが一番スパチャした人が名前を付けられるっていうことでね、うん、という権利をしていこうかな、もしかしたら。例えば子供できたとして、その子が YouTuber になりたいって言ったら、栄養っていう、いやなりたいって俺に言われても、なりたいやったらなれよってなるやん。別に俺に言われてもなるもん、俺ちゃうし。それだからなりたくて俺に何かしてほしいって言われたら、そういう何かしてほしいって言われること、できる限りのことはするけど、なりたいって言われてもパイロットになりたいねってほんな頑張りやって言うのと一緒じゃない。別に YouTuber になりたいってほんな頑張ったらいいねって言うんじゃない。俺だって YouTuber って言われても IT 関係って言うもん、お父さん IT 関係で仕事してるって言うもんね、お前口が滑っても言うねん、うちの子供にお前そんなん、お前のお父さん YouTuber で見たら絶対言うねん。お前、俺はもう IT 関係やからね、 IT 関係でもうゆくゆくは投資家って名乗りたいから、ね、投資家したいから俺、クラウドファンディングとかにちょっと10円ぐらい入れて投資家名乗るから、もう俺そうそう、だからそんなん言わへんから、別になりたいって言うと別になったらいいんちゃうっていう言うで。自分が何に興味関心があるのかないのかを知るために勉強して、興味あることが見つかればそれを突き詰めていけばいいんだよと。要するにその興味があることがないか分からへんけど、とにかくやってみようよということなのかもしらんけどね。俺はもう全然、もう俺なんて言うんやろ、でもいやでもどうやろ、せえへんかった俺みたいなんぞとしか言いようがないなどうやと、俺それ聞くと思う。もし自分に子供ができて、お父さんとどうして僕は、私はそのこれを理科のこれをしなあかんのと、いやそれはお父さんに分からへんと、分からへんけど、それをお前がせえへんことになったら俺みたいなんぞ、なら俺それでいいわってやったら、よしせんでって言うわ俺多分よし俺の子やって言うと思う。ようできた、お前は俺の子やと、背中だけ見てた絵って言うて育てるやろな。ああそうか、それは嫌やなって言われた、その時から自立が始まるやろな。やっぱそこは、ああそうやなって、こいつにはこいつの人生があってなと、うん、だからどっちの答えでも俺としてはええわな別に。でもそういうことしかもう言いようはないわな。俺がめっちゃ賢かったな、改善にやろうけど、賢くないからそれでしか言いようがないもんな。いや今取れたな。おいやー一本あげますよと。それはでも俺は言いたい、実はこれ僕なんですよって言って、え本当ですか。言えない言えない、もう何がバレるか分からない。そっからもう住所もとか服装とか普段のもう全部あれる個人情報。えでも俺はもう家知られてるから。家知られてんの知られてる危険だよ。危険じゃないよ別に、大丈夫大丈夫、飲みに行ったりするもん来た人。え人来たりする、する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 、注意した方がいいよ。ほんで飲みに行くねん。いやもうなんかせっかく来たんやったら飲みに行こうって言って、ええー、よしはい、そうやけど俺はその自分今のいるところと家には違う住所やから、要するに2個借りてるから俺、住んでるところとその配信してる部屋と、そうが分かられてるだけやから。ほんでその奥さんと過ごしてるじゃないけど、そう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 
実際僕もそう、じゃあ僕もそう、うん、いやでもその方がいいとは思うで、多分そのしてへんかったとしてもな、まあね、なんかあの安全だよね、そう、何じゃあなんかさ俺に迷惑かかるとかじゃなくて、その家とかにさ例えば何かあった時な、何か石投げられたとかな、そういうのがあった時に下手したら、うん、まあ命、まあそう狙われるんやったら狙われるようなことしたってことちゃう、いやまあでも人は何で誰を恨んでるか分かんないからね、そう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 、もう狙われたら狙われた時やもん、まあね、うん、でもそんなにね悪い人が基本はいい品と信じてるし、いい品からまあ別にここで折れるけど、性善説みたいな、そう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 、でも意外と言うてやっぱどっかに住居は変えなあかんなとは思ってるけどね、あのあれ的に子供とかできた時にさ、いやそうだよね、マジ何があるか分かんないからね、ワイちゃんになんかあったの心配だよボディ子供ができたらゲーム配信のことどういうの、子供ができたらゲーム配信のことなんか言わへんよ、もうあれやもん、全然ゲーム配信以外の面しか言わへん、もうすごい、もうなんやろ、青年実業家っていう、青年実業家やでっていう、生まれて、あー生まれてきたね、青年実業家の子に生まれてきたねっていう、言う俺ずーっと、そう青年実業家の家族が今からお前を育てていくよって言って言う、そうそう、いやそうやもん、ほんま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 、おいわいに子供ができたら将来この動画も見るかもしれないのか、そうやで、ええことやん、そんなんでも子供がもし俺にで子供ができて、子供がなんか自分で考えられるようになった瞬間も俺全部の動画消したるけどなもうそのもう全部の動画消したるけどな、もうバッチリバッチリなかったことにするけどね、はっきり